私の部末は、新末、中華民国の軍人、政治家。中国国民党に属し、毛蔵委員会委員長などを歴任した。別名は昭恩。諏訪東霊東道文学堂を経て、関東部備学堂第一期に入学する。卒業後日本に留学し、陸軍士官学校第六期公平科などで学んだ。帰国後は、関東候補陸軍小学で、教官。 監督を歴任している。1911年、侵害革命が勃発すると、孔子の部末は革命派の民軍で参謀長に任せられた。1912年3月、臨時大総統府軍主婦大五局局長、県北伐軍大本上平坦局副局長となる。翌年1月、国防考察委員に任せられ、モンゴルや新疆で視察を行った。北京に戻ると、 陸地測量総局局長に任ぜられたが、間もなく再び、日本に留学し、陸軍大学校で学ぶ。第一次世界大戦終結後、軍事研究船員に任命され、欧州へ軍事視察に赴く。帰国後は、中二和歌会務公所参議権中2和歌会議専門委員に任ぜられた。また、交通部路線審査会主任も兼任している。 1925年5月、軍務前後委員会委員となる。その後、南方政府側に転じ、1927年、国民革命軍第三支市長に任ぜられた。北伐完了後、国民革命軍総司令部軍官団副団長に任ぜられた。1929年8月、国民政府軍事委員会参謀本部、測量総局局長となる。 翌年、陸軍大学代理校長に任せられた。この年には、航空分野や測量分野の国際会議において、中国代表として、数度出席している。1931年11月、中国国民党第4期候補執行委員に選出される。翌月、中央海外党務委員会委員、新疆省党部指導委員となる。また、参謀本部次長も兼ねた。 翌1932年、ジュネーブで開催された軍縮会議に出席する。9月、参謀本部第一町長長に任ぜられた。1933年4月、新京戦医師に任ぜられ、6月にウルムチに到着する。この時、前省政府主席の金樹人が、クーデタにより失脚し、混乱の最中にあった。講師の部末は国民政府の意志として、 主席代理を務めていた副主席兼教育長長長の劉文竜を正式に公認とした。木は南京に戻ったが間もなく新教省の実力者である生世祭が平変を起こして竜を拘束し実権を掌握してしまう。後に国民政府はこれを追認せざるを得なかった。同年9月、孔師の部末は陸軍大学校長に任ぜられた。12月、 ダライラマ13世が遠びすると、翌1934年1月、木は松室祭りたち来選手に任ぜられる。8月にチベットに赴いて、作法と祭祀に関わった。この時、ダライラマ13世を五国工房広支寺演楽大使に封じている。1935年2月、インドを経由して帰国する。3月、 孟造委員会委員長に任命された。4月、陸軍中将の位を授与される。11月、国民党第5期中央執行委員権中央海外党務委員会委員に選出された。翌年7月、関東省政府主席に任ぜられている。1937年3月20日、公衆にて病没。去年54、同年4月、陸軍上将を追贈された。 ありがとうございます。